無茶な取り組みなんですよ、令和新選組って。もともとだって一人で旗揚げして、国政皆さんに力貸してくれっつって2議席獲得して、でそこで死んだかと思いきや3議席また獲得したっていうね漫画みたいな奴らですよ私たちも皆さんも最高ですこっから上げていきましょうね、はい。なので少なくとも4年前2017年の衆議院選挙の時には消費税が減税されるとかってことが廃止になったり減税したりとか積極財政っていうキーワードは表にはほとんど出てきてないですよ。これを表に出していった、そして野党側の政策にも落とし込まれたっていうのは、これ皆さんのご努力ですよ。これすごく大きいこと。だから一人一人が動くことによって変化は必ず生まれる。でこの先参議院、その先の衆議院とか統一地方選っていうところでさらにこれ横に広げていきながら実際にコントロールしに行こうっていうことですね。非常に夢のあるプロジェクトだと思ってます。はい、ありがとうございます。